さて、とりあえず乾杯しようぜ。うん、おっしゃテンション上げていくよー、イエーイ。あ、回してた。はい、恥ずかしい恥ずかしい。乾杯乾杯。さあ、始まりました、少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。今日は夏も終わりということで、質問コーナーで、はい、ツイッターで募集しました、うん、ハッシュタグ少量に質問っていうやつで、はい、で、それにで答えてくれた人のやつをちょっと読んでいこうかなと。質問送ってくれた方のね。そうそうそう、うん、ちょっと思います。はい、はい、やっていこう。少量、じゃあどうしようかな、はい、何にしようかな。とりあえず翔ちゃんが気になったやつをさ、うんうん、読んでって。じゃあ最初はちょっとね、うん、柔らかいやつにしようかな。そうだね、はい、うん、翔ちゃん、りょうさんはシーファンのみんなのことどう思いますか、うん、良いところ悪いところある、私はもうちょい二人と絡みたいな。まあツイッターとか、うん、インスタとか見る限り、うん、僕らよりいいねを押すのが早いなって。え、何に対して？いろんな人のリプあるじゃない。それで、僕らも結構その、いいねを押すことがね、うんうんうん、ほとんどあるんだけど、うん、それよりも、みんなが、みんなをいいねを押してるのが、すごいなーって思って、早い。うん。なんか俺の印象は、シルファムさん同士でさ、すごいなんか繋がりがあるよね。繋がってるっぽい感じがして、そうだね。嬉しいっつうか、うん。なんかすごいなって思う。うん、うちらのことを応援してくださってる方同士で、すごく、仲良いっていうのすごくない？嬉しい。プレゼントとかさ、あ、そうだね、みんなで書いて送っていただいたからありがとうございます。うん、そうだね。悪いところって言ったら、新しく見てくれる方とかも受け入れてもらえたら嬉しいなって思うね。ああ、待って、大丈夫でしょう。うん。うん。そうそう。なんか、どうしてもそういう環境になると、内輪になっちゃうから。確かにね。新しくね、見てもらってる方たちも、うん、どん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 輪に入れてね、うん、みんなで楽しくワイワイやっていけたらなって思うよね。うん。うん。うん。まあ、嫌なところじゃないよね。まあね。今のは嫌なところじゃなくて、うん、こうやってきて、たいねっていうね、うん、感じです。はーい、はい、いつもキュンキュンしながら動画見てます。これからもキュンキュン動画をお願いします。応援してます。質問です。一緒に住み始めてから発見した相手の癖や変な習慣を教えてください。変な癖か。俺の変な癖、翔ちゃんの癖あるけどな、言えないな。言ってどういうこと。ああ、だと思った。いいよ。ダメ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 。全然構わないけど、まあそれはじゃあいつかね、うん、話すとして、量の悪い癖は包丁とまな板を洗わないかな。あ、すぐにね。いや、まあずっとすぐには洗わないけど、後で洗うから。洗わないんだって。いや、洗って。いや、もう本当に奥、それ見るのも嫌な。っていうかさ、昨日の夜さ、すんごい言ってきたよね。まあ、もういつもって思う。ほら、ご飯作るでしょ、うん、すぐ食べたいって言うじゃん、うん。来てよ、一緒に食べようよって言ってくれるじゃん。うん、だから、行くのよ、うん。洗い物後でいいかなと。とりあえず二人の時間をさ、大切にしたいって思う派だからさ。でも10秒ぐらいでできるじゃん。できないできない。ひょにょ。木のまな板だからさ、うん、乾くんだよ、置いとくと。確かにね。あ、ちょっとそれはやめていただきたいです。はい、わかりました。本当に？一応気をつける。うん。一応気をつける。気をつけるずるー。はい、次。違うよ。俺言ってないから。翔ちゃんのね、はい、変な癖というかね、はい、脱ぎっぱ、出しっぱ、プラダを着た悪魔のミランダ状態。バサ、バサ。それはね、ちょっと。次は俺かな。うん。今の時点でのちっちゃな野望と大きな野望があれば、それぞれと二人でと教えてください。うん。ちっちゃな野望、登録者10万人、大きな野望、登録者100万人。それが二人の野望かな。うん、そうだね。うん、うん、それぞれは特に野望みたいなあんま持ってないかもしれない。うん、ゆるーく生きれば いいかも。わかる。普段からね、ちょっとゆるーく生きてるからな、深く考えないタイプ。考えないね、うん、いいよ、うん、はい、次、二人がした最大最悪な喧嘩ありますか。ないと思いますが、うん、別れ話までになるくらいの喧嘩とか、うん、これからの二人の未来予想図は具体的に考えることありますか、うん、10年後20年後少量さんは何してるかな、うん、何してるかな、何してるかな。まあでも喧嘩に関しては、うん、しょっちゅう喧嘩はしてるじゃん、なんか些細なことで、うん、でもなんか別れ話になることはほぼなくない、うん、ないよね。その前になんかもう仲直りするっつうかさ、うん、
引きずることないもんね。なんか喧嘩して次の日までとかないよね、うん、あんまりね。聞かれたの。ずっと喧嘩して引きずることあるみたいなこと聞かれたことあって、うん、いやないな。ないよね。一日中話聞かないとかない。うん、なんかその時一瞬ね、なんかちょっと倹約な感じになることとかさ、うんうんうん、はぁみたいな。うん、なることはあるけど、すぐね、どちらからかちょっかい出してさ、うん、あはなんだよ、みたいな感じになるよ。そうだね。うん。うん、ないでした、うん。うちらの将来10年後。10年後でしょ？うん。全くわかんないや。まあ先のことはわかんないけど。わかんないけど、今みたいに、うん、いろんなことに挑戦し続けてる自分でいたいなとは思う。俺にとってその年を重ねるっていうのはそこからスタートなことが多いから、うん、だからそれを挑戦し続けて、いろんなことできたらいいなとは思ってるかな。確かに、うん、いいね、うん、ついてきます嫌な顔すんな嫌な顔すんなよ。無視よ。ついてっかな。離れねえかな。離れねえかな。鼻ほじるのやめなさい終了。中学生の息子がいるんですが、うん、性への目覚めは何歳くらいからですか？我が子は息子たちは全くで、うん、無性とかもあると聞きますが、パンツ汚れてる感じしないし大丈夫かって逆に心配になった。恥ずかしいよね。いや、あれだよ、うん、多分隠したい年頃でもあるじゃからさ、多分隠してるとは思う。そう、 100% ないこともあるかもしれないけど、うん、そもそもさ、うん、したことある？ない、うん、俺あるけど、その時中学生くらいだったけど、やっぱ親にバレないようにさ、もうなんか朝方ってすんごい早い時間なのね、うん、4時とかもうみんなまだ寝てる時に、うん、はーって起きて、うん、はーってなって、もうバレたくないからさ、うん、お母さんとかにさ、うん、もう黙って静かにお風呂場行ってさ、その時は脱いだパンツをさ、そのまま洗濯機に入れて寝ちゃったから、うん、次の日とかにさ、やっぱお母さんが洗濯する時にさ、うん、見られてるかもしれないけど、そうだね。まあうちの母親はなんか別に何も言ってこなかった。本当。うん、いや、だからでもなんか知ってるとは思うよ。そういう感じなんだなって思った、うん、俺は。息子の目線だったらちょっと恥ずかしいとか思ったりするけど、うん、お母さんたちは、うん、あ、まあこんなもんよねみたいに思ってるのが俺は的には新鮮に今見えた。でもさ、お母さんもさ、女性だからさ、うん、わからないじゃん。わかんない。男の子のさ、その、はいはいはい、性事情みたいなの。そうだね。戸惑うよね。この時どうしたらいいの？私、はいはい、みたいな。そっとしておいてほしい。でも、ここに書いてくれてるお母さんはわかってくれてるから、うん、大丈夫ですよ。うん、もうあると、うん、あるかもしれないし。もうそうそう。ないかもしれないけど。あ、隠してるんだろうなと思ってね。そうそうそう。はい、続き。お二人は虫は平気ですか？苦手ですか？もし、うん、出没したら戦うのはどちらですか？うん、俺虫苦手。俺は割かし平気っていうことです。うん。なんかちょっとエピソードとか話さなくて大丈夫。いや、この間ね、スーパーでブロッコリーを買ってきたんですよ。で、ブロッコリーをカットしてて調理しようと思って、うん、なんか手にね、ちょっと柔らかい感触があったの。うん、プニみたいな。で、見たらさ、ついてたわけよ。うん、虫さんがね。うん、俺本当にダメじゃん。はいはいはい。もう、翔太もその時いたんだけど、うん、あーとか言って、すごかったよね、あの時ね。うん、そうだね。すごかった。もう翔太にしがみついてたもんね。あ、もう無理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 って言って、で、翔太に、どうにかしてって、すごい、言ってたのを、うん、多分すごい冷ややかな目で見てたよ。うん、うん、俺は割りかし平気。あ、美味しい証拠だなって思ってるし、虫がついてたりして、普通に窓の外にぴょってやる。G も、俺結構やることできるタイプなんだけど、うん、あまりにも大きいとさ、武器がないとさ、はいはいはい、いや素手ではいけないじゃん、さすがに。ティッシュとかもさ、ちょっと怖いじゃん。まあまあまあ、確かに。でかいし、確かに感触とかさ、うん、分かる。武器欲しいじゃん。ね、武器があれば、うん、いける。G に関しては。そうだね、逃げ足が速くなければ頑張れる。うん。でもそういう時の処理はどうだろうね。大体翔ちゃんやってくれる？なんかその、速くなければ。あ、なんか向こうも立ち向かってくれたらやれるけど。逃げ腰だからね、向こうは。そうそうそう。めちゃくちゃ速いから。うん。立ち、でも俺は平気、割と。じゃあ最後、HG のやつやろうかな。あ、いいよ。俺は彼氏からここの筋肉が好きと言われるとついつい頑張って筋トレしています。ああ、お二人はここの筋肉が男らしくて好きみたいなところはありますか？ああ、だってまあちょっとね、あのみんなちょっとやっぱ結局こういうの聞きたい
痛いじゃん。最後ぐらい。最後の質問ね。どこの筋肉が好きですか？男らしいと感じますか？はい。うん。そうじゃん。翔ちゃんは。まあ、とか言いつつ、うん、筋肉をそこまで見ないというか。あ、そうなの？見てたらこんな体型になってない。あ、自分はね、これ自分はだし、相手に対してもだよ。そういうことか。うん。筋肉は別に特に俺は気にしないタイプだと思うなぁ。胸筋とかいいよね。ああ、わかるわかる。うん。俺も胸筋は欲しいなと思う。そうだね。うん。胸筋はつけたいと思ってはいる。つけられてはいない。何もしてない。腹筋もあったらいいなと思う。そうだね。俺ね、水泳をしてる人のね、あの肉付きは好きなんだよね。なんか、でも、まあ、結局僕はそこまで体型を気にしないかも。そうだね。人柄とか。あ、まあ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 。うん、明るいとかね。明るくあってほしいな、俺が暗いから。ポジティブな人とかの、うん。まあでも筋肉があるに越したことはない。うん。うん。うんうんうん。じゃあ、翔ちゃんもちょっと。いいんだよ俺は。はい、というわけで、はい、はい、今回はここまでにしたいと思います。はい、少しでもあははって思っていただけたら、うん、チャンネル登録と、はい、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。またあのツイッターで質問がある方はハッシュタグ少量に質問をつけていただいて、どんどん質問してください。はい、また質問コーナーやりたいと思います。はい、ではまた。